それでは中野選手のインタビューを始めます。試合の感想をお願いいたします。はい、とまあ納得がいくような試合じゃなかったんで、今回は。まあ、しっかり。次回は倒して勝てるような試合をできるように、また力から頑張りたいなと思います。はい、ありがとうございます。では、試合前と後での対戦相手の方のご印象はいかがでしたでしょうか？ そうですね、まあ、試合前からすごくベテランの選手、山際選手、ベテランだっていうの分かってたんですけど、まあ、苦しい試合になるなっていうのは分かってたんで、まあ、覚悟はしてたんですけど、まあ、うまく自分の得意としてる部分が、まあ、当てはまらなかったなっていう印象ですね。はい、ありがとうございます。ではプレスの方からご質問をお願いいたします。 あのえー、と山際選手の得意なあのミドルですけど実際どうでしたかそうです、ねまあ、ミドルはずっと警戒して練習したんで、うんまあ、そこに対しては何もなかったんですけど、まあ、そのミドルをどうこうじゃなくてその戦っているこの際がやっぱりうまく山際選手とはかみ合わなかったなという感じですね。はい、自分のやりたたいい方に持っっていけなかった そうですね、まあ、それも山際選手のうまさだと思ってるんで、まあ、そこをしっかり自分が、自分の得意としてる部分を出せるような試合をこれからはできるように、また一から練習し直します、はいあのえー、と3ラウンドの減、えー、点痛かったと思うんですけど、あれはもう無意識っていう感じですかまあそうですね、まあ、キャッチしちゃってる部分も確かにあったとは思うんですけど、 まあしてなかった部分も確かにあるんで、まあそこに対してはまあいろいろありますけど、それも試合の一つだと思うんで、まあいろいろ思う伏しはありますか。まあとりあえず結果として勝ってたんで良かったですね。はい。はい、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。他にありますでしょうか。では最後にカメラに向かってファンの皆様へメッセージをお願いいたします。はい。とまあ一年四ヶ月ぶりの試合で、すごく期待してもらってたと思うんですけど、まあちょっと。 まあ一応価値は価値なんですけど、まあ自分の中でもまあすごく納得いくような結果じゃないんで、まあ、次はしっかり応援来てもらっている方、見てもらっている方に分かりやすいような楽し方をするんで、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。以上で中野選手のインタビューを終了いたします。